電話測定、ワイヤレス温度計 A、最高・最低、拡測式ツインプローブ防水型とは、離れた場所にある子機の温度を親機で受信し確認できるデジタル表示の温度計です。つなぎ方が分かりにくい、つながらないのはなぜ？そんな質問にお答えして、接続方法を分かりやすく説明します。まずは親機を用意し、裏面の電池蓋のネジをドライバーで外します。電池をセットし、電池蓋を元の位置に戻して、ドライバーでネジを締めます。次に子機の設定をします。子機は5台まで登録できます。あらかじめ子機の番号を決めて、付属の子機番号シールを貼り管理すると便利です。この動画ではナンバー3の登録で説明します。登録するナンバー3の子機を用意し、裏面の電池蓋のネジをドライバーで外します。表面の最高・最低ボタンを押しながら電池をセットします。セットしたら最高・最低ボタンから指を離し、電池蓋を元の位置に戻してドライバーでネジを締めます。子機の液晶にはチャンネル1と表示されます。次に子機の最高・最低ボタンを押し、登録させたい子機番号の数字を表示させます。今回はナンバー3の子機を登録するので、チャンネル3が表示されるまで最高・最低ボタンを繰り返し押します。続いて、親機の子機切り替えボタンを押し、液晶画面上の子機番号表示の数字を先ほど子機で選択した番号に合わせます。今回はチャンネル3に設定するので、子機番号表示を3に合わせます。次に親機の子機切り替えボタンを約2秒間長押しし、子機サーチモードにします。親機の液晶に3本の横バーが3つ並んでいる表示が点滅します。続いて子機にチャンネル3を表示させた状態で、最高・最低ボタンを約2秒間長押しし、子機番号を決定します。子機の液晶に温度が表示されます。親機の液晶の点滅が止まり、温度が表示されれば接続が完了し、温度を受信する状態になります。他の子機についても、それぞれ登録する番号ごとに設定します。これで接続の設定は完了です。接続が途切れてしまう、接続方法通りに設定を行ったのに受信できない、そんな時は次の点をご確認ください。接続を完了させた親機と子機の通信電波経路は、ラグビーボールのような弧を描いた範囲になります。神話測定ではこのような方法で150メートルの到達距離を確認しています。この通信電波経路内に遮蔽物があると、電波が遮蔽物に影響して乱れてしまい、通信距離が短くなる原因となります。距離が近くても、子機と親機の間に遮蔽物がある場合、通信に影響が出ます。例えば、親機と子機の間に遮蔽物として金属サイディングボード2枚と支えの鉄パイプ1本を設置しました。この場合、親機の受信できる通信距離は何も遮蔽物のない状態に比べて 38% 程度低下してしまいます。間に遮蔽物がなくても、金属の支柱や扉、自動車などが近くにあると同様に通信距離が短くなります。設置場所を変更して接続をやり直してください。また、地面の近くは通信しにくくなります。地面から離れた場所へ設置してください。カゴや袋、ポケットなどに子機が入った状態でも通信できなくなることがあります。出した状態で設置してください。倒れたり斜めになった状態の場合は、内蔵のアンテナの向きが変わってしまい、通信距離が減少します。決められた向きで設置してください。